どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。さあということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽アーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと幸いでございます。はい、ということでですね、最近ずっと名盤ばかり紹介してるんですけど、今回はまあ名盤ということでですね、アルバムを紹介したいんですけど、今回は、クワタバンドの、日本のロックバンドというですね、こちらのアルバムを紹介したいんですね。こちらになりますけども、私も、これはたまに聞いたりする、わけでございましてですね、まあ、桑田佳祐さんといえば、今あの絶賛ライブツアー中ですよね。ご飯 EP の僕もですね、新潟の方に行かせていただきましたけど、今ちょうど埼玉とかかな、わかんない、いやちょっと曖昧でしたけども、まあ、ツアー中ということでですね、でまあこの、ご飯 EP のですねニューアルバムの考察動画なんかも私出しまして、その考察動画なんかではご飯とかお味噌汁っていうこの日本の食材を、は日本的な部分っていうのにまあフォーカスしてるよっていう、まあ桑田さんのそういったこう音楽性であったりとか、まあ桑田さんの感受性みたいなのがこの非常に和的な部分っていうのにフォーカスされてるねなんていうお話もしましたし、これまでのですね、まあサザンの、アルバム誌とか、桑田さんソロのアルバム誌なんかをやっていく中で、やっぱりこう日本のね和の部分っていうのが結構切り取られたりするんですよね。と同時にやっぱり桑田さんってまあポップシンガーでございまして、まあ日本のまあポップシンガーといえば見て、まあ桑田さんがもうキングオブポップみたいなところがありましてね、そういうポップシンガーとしての桑田さんのイメージが強いんですけど、今回のこの桑田バンドの日本のロックバンドは、まあ、まさにロックンロールっていう感じでですね、まあ基本的に海外のロックっていうものにまあフォーカスしたというですね、まあものになってるんですね。でそこの辺をちょっと詳しくですね、ちょっとあの紐解いていければなと思うんですけども、そもそも桑田バンドってねあのありますけども、まあね桑田さんはこうね桑田さんソロもあるしサザンもあるし、でこの桑田バンドっていうのも1年間限定でですね活動するためにですね、1986年に、ね、作られたバンドなんですね。サザンオールスターズがその当時鎌倉という、アルバムをですね出してから、そこからまあ桑田さんがソロになって、まあ、それぞれのメンバーもソロとかの活動していくんですけど、桑田さんはまあそのバンドを新しく結成したってことなんですね。まあ、ドラムのあの松田博さんなんかはですね一緒にサザンの、松田博さんとかは、桑田バンドに入っていくんですけども、で一応メンバーがですね、まあ、桑田佳祐さんと川内純一さんという方、この方はあのギターなんですけども、フィードバックというですね後ほどですね楽曲で紹介するこの、日本のロックバンドのアルバムの中の1曲をこうボーカルで歌っていたりとかします。そしてまあ松田博さん、ドラムですね、まあ、今野拓郎さんですね、それからあとまあ小島よしのぶさん、それから拓磨仁さん、この拓磨仁さんはあのウクレレ奏者なんかでもね、教則本出したりしてますけども、こういったメンバーで、やっていたわけでございます。桑田バンドといえばですね、まあ、この今回のこの日本のロックバンドも非常に有名なバンではあるんですけども、シングルとしての、まあ、バンバンバンとかスキップビートとかメリークリスマスインサマーとかワンデイとか、ああいったところが結構有名ですよね。そういったシングルも結構売り上げ的にはすごい高くてですね、シングルとはまたあの毛色の違うですね、あの今回のご紹介する、まあ、日本のロックバンドというですねアルバムが出されたわけなんですね。今回はそういったバンバンバンとかスキップビートとかは解説はしないんですけども、今回はこの、まあ、日本のロックバンドというですねこの、アルバムについてというところなんですけども、それらのこうバンバンバンとかメリークリスマスインサマースキップビートたちと全く違うのは何かというと、この日本のロックバンドは全部、歌詞が、まず英語だということですよね。音楽性としてもですね、まあ、かなりロック色の強いというところがまず特徴なんですよね。で、まあ、その歌詞が英語っていうのは、その英語の歌詞をですね、まあ、トミー・スナイダーさんという五大五のドラムの方ですね、このトミー・スナイダーさんが英語の作詞をしていたりするんですね。まあ、トミー・スナイダーさんって桑田さんとサザンとかと英語の部分の作詞みたいなところを、携わる方なんですけども、トミー・スナイダーさんが一応全曲作詞をしているっていうことなんですね。でも、まあ、その、このアルバムの中の歌詞の内容として、まあ、桑田さんなりの解釈っていう、なんかそういった記述なんかもあったりとかして、一応トミー・スナイダーさんが全部作詞なんですけども、まあ、そこにはまあ桑田さんのブレインがあっての作詞だと僕は思うんですね。まあ、そういった特徴があるということなんですね。はい、ということでこのアルバムね、なんでこんなロックンロールゴリゴリのロックをね詰めたアルバムなのかっていうね、まあ、この普段のサザンとか桑田さんを聴いてる人とか、ちょっとしか桑田さん知らない人ね、楽曲知らない人がいきなりこのアルバム聴いたらってなるぐらい、まあ、がっつりもうなんか海外の洋楽のロックンロールを聴いてるっていう感じになって、ちょっとこう違和感というか、普段のサザンとかの楽曲とはまたちょっと違うよねっていう感覚になるんですね。ワンデイとかスキップビート、バンバンバン、メリークリスマスインサマーなんかはどっちかというと、まあそのポップスシンガーとしての桑田さんの色がかなり強いなって僕は感じて、まあそれこそ桑田さんソロとかサザンの音楽性に、まあ、非常に近い部分っていうのが感じることができるんじゃないかなというふうに思うんですね。なので今回のこの日本のロックバンドはですね、まあとにかくやっぱ桑田さんなりの、まあその洋楽とかそのロックというもの
ものの定義について、その当時の桑田さんの見解が詰め込まれたような、まさにあの今普段の桑田さんサザンとはまた毛色の違う、名盤になってるんじゃないかと思うんですね。桑田さんも実際にサザンとの差別化を図るっていう意図もあったらしくて、そういったねロックンロール色の強いですね、あのアルバムを作ったんですね。一応ですね、このアルバムを作った経緯としてはですね、桑田さんがですね、まあその日本人とか中国人韓国人のロックもいずれ近いうちに全て英語になるだろうというですね、そういう思惑があってですね、作詞が英語で、まあがっつりロックの歌たちを詰め込んだということなんですよ。当時桑田さんもね、海外志向というか、海外で音楽、まあミュージシャンになるとね、やっぱり海外っていうところが、一応最先端だから、そういったところで活躍していくみたいな、そういったこう海外志向の、感覚なんかも桑田さん当時あったらしくてですね、まあ実際にあの桑田佳祐のシングルの、まあいつかどこかでの、まあシングルの中の、まあシーザービッグティーザーとかは、あのまあダリル・ホーツ&ジョン・オーツさんたちと、まああの一緒に、まあプライベート・アイズとか有名ですけど、その人たちと一緒にやったりとか、してる、当時の桑田さんの海外志向っていうものも伺えるんですけども、そもそも桑田さんの、まあ、作詞作曲に関してはやっぱり海外からの影響ってめちゃくちゃ多いわけですね。洋楽からの影響っていうのが、でまあよくそのサザンが出てきたことによって、その一つの音にまあいろんな言葉たちを英単語のように日本語をこう乗せて歌う、それらがまあ非常にこう心地いいっていうことで、まあサザンとかがこう一躍ね、まあ、音楽シーンとしてあのパイオニア的な存在になってったっていうね、桑田さんのこの作詞の仕方とかリズムの取り方、歌詞の当てはめ方っていうのが新しいみたいな、洋楽的だみたいなね、そういった部分がまあサザンの功績だったりするんですけども、そういった部分からまた逸脱して本場のロックっていうものを多分体現したかったんじゃないかなというふうに思うんですね。86年とか、まあその80年代のまあロックっていうのは、まあそのビートルズなんかもまあ終わってですね、そこからまあ新しいこうロック、それこそまあプログレッシブロックとか、そういった新しいジャンルなんかも徐々にこうね出てきて、ロックっていうのが全面的にあのフューチャーされるようになった時代だと思うんですよね。その70年代とかだと、まあその日本のロックで言うと、まあそのハッピーエンドがね、日本語ロック論争を、やったりね、ロックっていうのは日本語で歌うべきか英語で歌うべきかみたいな、で内田裕也とかもそういったところでこう絡んできたりするんです。そしてまあ当時矢沢永吉さんとかは海外で自分の音楽を体現しようということで英語の歌とか出してましたよね。だからそういう時代だったんですよね。その要はロックンロールは日本語で歌うべきなのかみたいなね、英語で歌うのが本当のロックなんじゃないかみたいな、そういった価値観がやっぱあったんですよね。それと同時に日本の歌たちっていうのはまあ歌謡曲とか、それこそまあそういうポップス、シティポップなんかが出てきた、ニューミュージックなんかが出てきた、そんな時代でもあって、無国籍ポップスのような、まあそういう歌としてまあ捉えられていて、本当のロックっていう音楽っていうのはやっぱ日本の中では、ちゃんと英語で歌わないとロックと語れないんじゃないかみたいな、そういう多分思考とかもあったと思うんですよね。そんな背景の中で作られたアルバムだということです。このアルバム実際にはですね、5ヶ月間の期間ですね、レコーディングに費やしていたということで、まあ結構音とかのまあそのレコーディングにかなり凝っていたっていう、まあそういった背景も感じることができるんですけども、まあそういったまあ時代背景の中でね、ロックンロールっていうのは英語で歌うんだとか、まあ本当のロック、本場のロックを体現するためには海外に行くんだとかね、そういった思考っていうのが、まあ当時あって、まあそれが、まあ桑田さんにも、まあ例外なくあったってことですよね。まあ今でこそ、まあさっき言ったように桑田さんってサザンとかの、まあ英語のなんかね、まあ色的にもやっぱりこう日本のポップスの王者みたいなところありますけども、桑田さんもそういった時代の中で本当のロックとは一体何なのか、英語で歌うべきなのかとか、海外でちゃんとやるべきなのかとか、そういう部分っていうのがかなりこう追求していた時代があったんですね。で、そういったことを追求してこういう名盤を出したからこそ、桑田さんは振り切って完全にポップスシンガーになろうっていう風になったんだと思うんですよね。っていうのも桑田さん当時ですね、これは失敗作だという風に言ってるんですよね。桑田さんによるとですね、洋楽とか本場の海外のロックンロールっていうものの方法論ですよね、音楽的な技術であったりとか方法論だけ真似ていて、結局は日本人に聞かせるための音楽で、そのただ海外の真似事にしか過ぎないよねみたいな、多分そういう感覚があったんですよね。それを含めて実際にその海外のロック英語でやってみようってなったけども、自分がやったら結局はまあ日本向けになってしまう、だからこそまあ要は真似事でしかないよねって、まあ他のインタビューでも桑田さんってロックってまあ結局真似事でしかないよねっていう風に言ってたりするんですよね。まあ桑田さんだけじゃなくていろんなシンガーも実際に海外に行ってみると、まあやっぱりこう海外でやっていくっていうのはそもそものまあ歌とかも発声とかも違うし、まあ環境もまず違うし、そこで生まれた音楽たちっていうのを体現しようとすると、まあ本当にこうソウルまで真似することができないというか、ただのモノマネになってしまうっていうね、それが多分桑田さんの中で多分失敗だというふうに語った経緯だと思うんですよね。で、それらから桑田さんは桑田の音
音楽は所詮ご飯に味噌汁だという言葉を残して多分ポップスシンガーにまあ乗り換えていったんですね。ご飯に味噌汁っていうのはまあその要は日本的であるっていう、あくまでも日本の中でのシンガーとしての桑田佳祐だっていう認識がまあ当時あったと思うんですよね。こういうですね複雑な音楽環境とか背景の中でまあ実際実験的に作られたようなアルバムがこの日本のロックバンドなんじゃないかなと思うんですよね。ただまあこのアルバム聞くとですね、まあ本当にまあ洋楽の当時のその洋楽のヒットチャートを聞いてるかのような、もうものすごい体現できてるなって思うんですよね。80年代の日本人が感じる洋楽らしさっていうものがまあ含まれてるのかなと思うんですけども、やっぱり結局らしさになってしまうのかなっていう懸念もあって、まあ要は本場にはなりきれないというか、らしさみたいな、その要は真似事だよねみたいな、それっぽいよねっていう風な批判なんかもまあ実際にこう評価からもあったらしいんですよね。ただ僕は普通に聞いてて普通にかっこいいって純粋に思いますし、その結構凝ってるな、アレンジとかも凝ってるし、まあバンドのまあスキルもすごいし高いし、それだけじゃないですけど桑田さんのまあ歌声、まあシャカレ声とかもそうかもしれないですけども、非常にそのスピリット的にもかなりこう洋楽のエネルギッシュな部分でかなり伝わってくるし、うん、すごいかっこいい部分が僕は結構直感的に湧いたりするんですよね。当事者、僕はまあそこまでこう詳しいですね、その感覚っていうんですか、当時生きてたわけでもないのでわかんないんですけども、もう普通に現代の中で聞いてみると、あ、普通にかっこいいってただただにそう思ったんですね、僕の感想は。まあ、今回まあそのね、ご飯味噌汁のまあその EP 出しましたけども、そういった部分がやっぱりそことちょっと繋がってくる部分もあるんじゃないかなと思っていて、あくまでも日本人としての桑田佳祐の音楽みたいなのを体現したっていうのが今回のこの EP だったりするのかなっていう感覚になっていて、まあね、これらを実験的にやったことによって桑田佳祐さんがまた新しい自分のまあやるべきことみたいなのが始まってったんじゃないかなと思うんですよね。洋楽ってね、まあ僕もかなり好きで聞くんですけども、まあね、例えば特徴で言うと、例えば A メロ B メロサビっていう日本の邦楽のポップスの王道パターンっていうのがあんまりないよね洋楽は、みたいな、そういった洋楽の特徴もあるし、うん、まあやっぱりあと歌声、まあ洋楽のまあ発音の仕方とかね、ネイティブの発音の仕方とか、まあいろいろ特徴はいっぱいあるんですけども、そこまでね、今の現段階で洋楽と邦楽をこう区別するみたいにはないですけども、結局この音楽って始まったのは海外だし、日本も伝統的なのありますけども、やっぱりこう海外の影響ってもろに受けてて、ポップスっていうのも成長してきてるわけですよね。でサザンなんかも海外の影響を受けてるってことで、まあその全部そのまま海外のロックバンドとかロックンロールとか音楽を体現するんではなくて、その影響を受けたっていうものはちょっとありつつ、そこからプラスアルファで日本人らしさっていうもの、だから要は和洋折衷みたいな部分が、まあ非常にやっぱりこう日本のポップスとしては語り継がれていくような音楽性なんじゃないかなというふうに思うんですよね。僕もちょっといろいろこう考えてですね、こう今発言しましたけども、まあ本当に音楽好きからしたらいろいろ感じることあると思うんですけど、皆さんの感想も聞かせてほしいんですよね。桑田さんはフリスビーか鍋式にしてほしいって、このアルバムをね失敗作だって言ってるんですよね。これをフリスビーにしろね、そんなことできないですけどね。すごいやっぱなんだかんだ言ってかっこいいし、桑田さんのまあ違う色が見れてかっこいい、まあとにかく洋楽を聴いてるようだっていう感覚になれるんで、ちょっとおすすめの楽曲をですね、何曲か軽く紹介したいと思います。まずね、シール B テリンですね、真夜中へデビューしろっていうね、これはかっこいいですね。いきなりシンセサイザーのまあイントロのシンセサイザーに加わるこうパーカッションのね、まあ融合なんかも楽しめて、とにかくこうロックンロールの割とスタンダードながっつりロックだなって直感的に感じれるような、楽曲じゃないかなと思います。オールデイロング、今更戻ってくるなんて、これもね非常にかっこいいですよね。ドラムの変拍子の感じとかもねかなりかっこいいなって思います。パラボイド、彼女はパラボイド、これはもうとにかく僕サビというか一番盛り上がる部分がとにかくかっこいいなって思うんですよね。これレコーディングの声もね、なんかこうコーラスとかっていうのがこう激しいロックに効いていて、また壮大なものになってるんじゃないかなというふうに思います。結構このギターソロなんかもね、このアルバムの中でも結構僕は好きだったりするので、もうおすすめかなと。あとまあレッドライトガール、街の女に恋してたというこの楽曲もね、かっこいい楽曲ですけども、まあこれはね、あの水商売の女性というか女に恋をしてしまったみたいな、そういうねタイトルが、意味があると思うんですけども、サックスとかとの融合もかっこいいなと思いますし、あの激しいロックで桑田さんのあのしゃかれた声っていうのが非常に似合ってますよね。まあどの曲もそうなんですけども、次555愚かなあいつ、これもね僕はいいんですよね。この
アルバムの中では割となんていうんですか、ポール・マッカートニーとか当時のポールソロみたいな部分っていうのが反映されてるような、そんな僕は聞き応えがあって、ちょっとこう激しすぎず、このアルバムとしてはちょっと抑えめな感じがあるんですけども、アルバムの中ではポップスというかがっつりロックじゃない部分っていうんですか、そこが僕は楽しめるって僕なりの感想としてはあります、ね、ハーモニカとかが入ってるのでそう感じるのかわからないですけども、でですね、フィードバック、理由なき青春、これはですね、ギターの川内純一さんが、ボーカルを、務めてるような、楽曲でございます。さんまのまんまっていう、さんまさんの番組、の、まあ、オープニングソングになっていたりするということでございます。こう昔のね、彼女のこととか好きだった人のことを忘れられないっていう男の心が歌われてるっていうような感じでございます。はい、ということでですね、今回は、日本のロックバンド、こちら名盤ご紹介しました。皆さんなりのね、この名盤の感想もお聞きできればと思います。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。